あなたたちじゃあ、うんうん、明日から AKB 入りますよって言われたらどうする、どうします、急に裏から、実は AKB ちょっとどうかなと欲しいんだよって言われて、どうする、入らないです入らないです、明確に言ってる、今明確に言ってるのはですね、絶対に入らないです、洗いだけですよ、だって、うん、だって何、人数多いじゃないですか、センターに行ける確率が低くなるじゃないですか、48分の1ってことですよね、うん、48分の1って100何人いるから、56人とかいるじゃないですか、だからそれより7人で活動してセンターで、そうセンターをみんなで分け合って、でも自分がセンターになったら自分が一番なんだっていう、でもあの中で言えばセンターじゃなくてもいわゆるカニセブンとかさ、カニエイトとか言われてるさ、 あれはもうセンターに匹敵するぐらいのですよ、うん、じゃあいいや、もう入るだけなんで、じゃあカニエイトに入れてやるよ、ちょっと AKB 来たら、さああなたたちどうしますか、じゃあ目つぶって、はい、目つぶって、ね、ちゃんと自分の気持ちで、ね、それさあない気持ちやからね、あとで別に入るわけやから、はい目つぶって、もしじゃあ何カミエイト、カミエイトに入れてやるっていう話が裏でありました、いっちゃうなっていう人正直に手を挙げてください、どうぞ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、結果は言いません、言いませんね、誰、ただ僕ら以上に事務所の人は目を見られてました、誰、ね、それは前に、それはね、美味しい話がある、そりゃそうですよ、俺らだら強いよ、プロコムにいるけど吉本来てレギュラーやろうって、それはもうすぐ、はいはいはい、言わせてきます、これはやっぱりね、自分の人生ですからね、今だからこれで頑張っていかないとね、AKB に勝たないと、そう、うん、そういう気持ちあるんでしょ、もちろんですよ、AKB に勝たなきゃ、ね、あるんですよね、森さん、はい、はい、ですね、もちろん AKB じゃ負けません、ね、はい、さあ、それではトークは、以上でございます、はい。